座りくださはい、すみません、お待たせしました。そうしましたら、現役ドラフトで獲得しました細川選手の、取材を始めたり、会見を始めさせていただきます。じゃあ代表の方から、はい、よろしくお願いします。はい、それではあの放送の代表で CBC からお聞きいたします。細川さん、今ドラゴンズに、入団した今の気持ちをお聞かせください。はい、あの現役ドラフトで、中日ドラゴンズさんに指名していただき、まあ、本当に自分も嬉しいことですし、また、まあ、新スタート、新たなスタートだと思うので、あのすごい僕自身も楽しみです。現役ドラフトで指名された時のその時の気持ちはどうですか？そうですね、まあお電話をいただいて、まあ、中日ドラゴンズさんっていう風に、伝えられて、まあ、僕自身も、なんですかね、すごいまた新たな挑戦というか、楽しみでもあるので、自分自身チャンスだと思ってやっていきたいなっていう風には思いました。DeNA にいた時のドラゴンズの印象というのはいかがでしたか？そうですね、やっぱり、僕も、中日ドラゴンズさんと対戦するときはすごいやっぱりピッチャーがすごいいいピッチャーが多いですし、僕自身やっぱ打席に立っててすごい嫌な印象がすごいあったので、まあ、とてもそのピッチャーが強くて、そしてなんか、まあ、得点もどういう攻撃でも取れるっていうのがすごい僕の中ではすごい印象深かったので、そういう印象はありました。細川さんがドラゴンズアピールしたいポイントってのはどういうことでしょう？そうですね、僕自身長打力が魅力だと思うので、まあ、僕のその長打力を生かしてしっかり結果を出してアピールしていければいいかなというふうには思ってます。バンテリンドーム良いんですけれども、ホームラン打つ自信はどうですか？そうですね、まあ、どこの球場でも、ホームラン打つ自信はあるので、まあ、そのぐらい強い気持ちを持って来年頑張っていきたいなというふうには思います。外野のポジション争い、ドラゴンズも激しいんですけれども、はい、その点の自信どうでしょう？そうですね、まあ、移籍した身ですけど、やっぱり、まあ、僕が野球小さい頃からやってきて、やっぱそのスタメンで出るっていうのが僕自身やっぱり野球で、一番のことですし、まあ、そのレギュラーを勝ち取って、来年あのドラゴンズの戦力になれたら、いいなというふうにとても思います。あの来シーズンに向けての抱負を聞かせてください。本当に、ドラゴンズの、戦力になれるように、そして優勝に貢献できるように、頑張っていきたいと思います。ドラゴンズファンに向けてのメッセージもお願いできますか？はい、はじめまして、横浜 DeNA ベイスターズから移籍しました細川誠也です。ドラゴンズの戦力になれるように、頑張りますので、応援のほどよろしくお願いします。名古屋の暮らしは楽しみ？そうですね、全く土地勘がないので、ちょっと不安な部分はありますけど、すぐに馴染んでいくかなというふうには思います。誰かドラゴンズの選手、中の選手でいます？自主トレで、あの石垣くんが、同級生で、一緒に練習をやっていて、本当に交流があるのは石垣くんだけです。石垣選手から何か言われました？そうですね、まあ、僕も最初、その現役ドラフトの連絡をもらって、まあ、すぐに、連絡をして、まあ、いろいろ、教えてくれたりもしたので、また一緒に頑張ろうというふうには、連絡取り合いました。立浪監督の印象っていかがですか？そうですね、やっぱとても、まあ、僕も小さい頃から知っている選手ですし、やっぱすごい、選手っていうのはすごい僕の中でも、印象があるので、また立浪さんと一緒に、野球をやらせていただくことがすごい僕自身楽しみです。じゃあ、社長にも伺います。はい、細川選手トレードというところでいかがですか？はい、今年実はドラフトで内野手を多く取って、ちょっと外野手が少ないっていろいろ批判もあったんですけど、まあ、持ち前の長打力、これがうちのドラゴンズには足りない部分だと思いますので、これを補ってくれる、戦力になると期待をしております。
細川選手は非常に長打力がある、当然についての期待感はどうでしょう。もちろん広い名古屋ドームでありますが、まあ、体格を見ていただければ分かると思いますね。十分広いバンテリンドームでもホームランを打てる選手だとは思ってますので、やはりそれを期待します。今外野のレギュラーが岡林大島というちょっとホームランが少ない選手が中心になってますので、まあ、今度外国人も取りましたけれど、それを埋めていただける存在になってもらえればなというふうには期待をしております。はい、はい、はい、行きます。はい。